鏡の中へさあおいで。はい、靴下泥棒っていう本です。でこれは、どのご家庭にもお子さんがいるご家庭だとあると思うんですけど、靴下が半分なくなってしまうっていう、片方だけなくなってしまうっていうことが、よくあると思うんですけど、そのお話なんですよね。靴下が半分なくなってしまって、それは実は靴下泥棒が片方盗んでいってるんだよっていう、かわいい本なんですけど、洗濯カゴに入れてなかったりするともうってなりがちだと思うんですけど、あ、そんな靴下なくなったりしたよねとか、そんなこともあったねって懐かしく思い出したりもできる本になるかなと思って、おすすめです。車で本屋さんっていうのが珍しいので、わーってすごいって言って喜んで来てくださる方が多いです。小さい頃からやっぱり本屋さんに行くのはとても好きで、知らない世界の扉がたくさんあるなっていうふうに小さい頃から思っていて、今こういうことに興味があるんだっていう、自分を知れたりっていう、そういう場所でした。私も絵本を中心に扱ってるんですけど、絵本はこう人生のしおりになるって最近言ってるんですけど、それを一緒に家族で読んだことも思い出になるし、でそれが大きくなってから思い出せるものになる、なんかそれは本のいいところ、絵本の素敵なところだなって思っています。ゆうこちゃんになった。これはワニです。お尻をクイクイにするぞ。かわいいね。このシリーズも、この絵は知ってるけど、カチロは知らない。あ、確かに、この辺とかは教科書とかにも出てきてる。あ、多分そうなんですけど。なんか、懐かしくなったね、これ、本当に。またなんか読みたいなって、家にある本とか。大人になっても絵本ってね、本当。思うよね。貼ったりたまにするんですけど。見た目も可愛いからね。なんか大人も楽しめるよね。普通の本屋では出会えないのがたくさんあるので素敵でした。今は家にいながらにしていろいろ物が買えたりとかするようになってきて、でちょうど私が2021年のそのアイデアを思いついた時っていうのはコロナがあって、なかなか家から皆さん人が 出にくくなった出なくなったっていう時だったんですよね。でただその時に実際に物に触れたり人と触れ合うっていうのは大事だなっていう思いがあって、それでお店の方から人の暮らしの方に出向いていくっていう、移動する、商店街っていうのがあったらいいんじゃないかっていうアイデアを思いついたのがきっかけです。やっぱり五感で体験した方が体験として残ると思うんですよね。本の重みだったりとか開いてる感覚とか、あとそう、なんて言ったらいいかな、読むのもこう
待しながら読めるっていうんですかね、自分のペースで、あ、次はこうなるんだよねって期待しながら、あの自由に読めるっていうのは、まあ、デジタルよりも、本物としての本の方が、そういいんじゃないかなって思います。うわー、いっぱーい、いっぱいいっぱい、こんなに乗ったら落ちちゃうよね、落ちちゃうよね、もうね、落ちちゃうけど、でも大丈夫そうだよ。やっぱりお客さんが喜んでくださるっていうのが一番嬉しいです。で、お客様が実際に車の中に行って絵本を手に取って、選んでくださる、で、楽しかったとか素敵な本に会えましたって言ってくださるのがとても嬉しいですね。